こんにちは。スピリチュアルの女神です。今そわそわしてるな。今イライラしてるな。今ムカついてるな。今日はなんだか調子が出ないな。無理にそれを変えようとしなくていい。ただそうであることに気づいていればいい。それに気づいていられたら、あとはただそれを感じきる。抑えたりねじ曲げたりすることなく受け入れる。現状を変えようとした結果、変えようとすると余計に長引く。感じきりそっとしておくと勝手に収まる。起きることはすべて必要があるからそうなってる。うまくいかないとき、うまくできないとき、何もしたくないとき、何もできないとき、全部全部そうする必要があるからそうなってる。だからどんな時も自分のことを、その状況を否定しないでほしい。なんでそうなのか、理由なんてわからなくてもいい。なんでかわからないけど、こうするしかできない、こうするしかない、それを許してそのままでいてほしい。同じ状況が永遠に続くことなんてないから。宇宙も地球も世界も社会も私たち人間も常に変化し続けている。必ず変われる時が来るから、必ず晴れる時が来るから、止まない雨はない。どんな自分も許して愛して、自然体でありのままで、いつだってどんな時だってあなたはあなたのままで完全で完璧です。すべて満たされてるからやればいい。やりたいことはやるべきこと、やりたくないことはやらなくていいこと、そして自分がやりたくないことは誰かのやりたいこと、やりたい人にやってもらえばいいんです。それに自分に必要なものは常にすべて与えられています。今できることが今あなたに必要なことで、今できないことは今あなたに必要のないこと。こう生きれば人生はとってもシンプルで簡単で楽になります。これで全部うまくいくんです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。